知ることでゲームは楽しくなる。どうも皆さんこんにちは、キンタンです。第1期第2期とタムリエル全域を舞台に進んできた歴史解説ですが、今回からはついに帝国一強時代へと突入し、ほとんどのお話が白ディール、つまり帝国のお話となっていきます。それでは早速始めていきましょう。皇帝の即位ラッシュ、ほぼ帝国の話しか出てこないタムリエルの歴史第3期です。前回の第2期の大戦、そしてその中でついに成し遂げられたタムリエルの統一、これにより大規模な戦争の時代は終わり、タムリエルの歴史は皇帝の歴史へと様変わりしていきます。この第3期、年代自体は433年と非常に短いんですが、視点が帝国のお話となることで、またとても濃い時代となっています。前回の第2期は1回で完結しましたが、こちらの第3期はまたも前後半に分割しての解説となります。そしてこの第3期前編はひたすら皇帝の名前が入れ替わる即位ラッシュのお話となります。なのでご想像の通り、人物の名前が大量に出てきます。そこで先にそれぞれの皇帝の名前について補足をしておきます。今回の解説ではペラギウスやユリエルなどの皆さんが知っている有名な名前から、キンタイラやセフォラスといった皆さんがあまり知らない名前が出てきます。しかもそれぞれの名前に1世2世3世とついていって非常に分かりにくいです。編集で極力分かりやすくはしますが、一つだけ先にお伝えしておくことは、名前の後ろにつく1世2世についてはその名前が付けられた何人目の皇帝という意味しかありません。例えばペラギウス1世の子供がペラギウス2世というわけではありません。つまり親子関係は関係ありません。さらに言えばユリエル1世と血がつながっていなくてもユリエル4世と呼ばれることもあります。つまり血のつながりは基本的に関係ありません。1世2世という名前は最初にお伝えした通り、その名前が付けられた何人目の皇帝という意味でしかありません。さあそれでは早速解説を始めていきますが、この動画は第1期第2期と続いてきたシリーズ解説動画です。今映ってるような順番で進んでいますので、より深く知りたい方はまずそちらから見てください。ついに成し遂げられたタムリエルの帝国による統一、ここからは各国の間での大規模な戦争はほとんど起こりません。しかし人間の業の深さはこの世界にも根深く存在するということは、ここまでの解説で分かっていただけたと思います。それでは始めていきましょう。タムリエルの皇帝はどのように入れ替わり、どう歴史を彩ったのか、第3期が始まります。第3期1年、第3期の始まり。前回の第2期896年にタイバーセプティムがタムリエル全土を統一し、第3期の始まりを宣言しました。そしてここから第3期が始まります。また第3期はより細かなお話となり、何度もお伝えしている通り、基本的には皇帝の入れ替わりしかありません。第3期12年、タムリエル百科事典が出版。タムリエル百科事典が出版されます。この百科事典は簡単に言えば、今まで解説したような歴史の年代についての本です。ですが誤植とかも結構あって、全てが正しいっていうわけではありませんでした。第3期38年、タロスの誕生。タイバーセプティムの死亡と同時に、タイバーセプティムは神格化され、タロスとして八大神に加わりました。これにより八大神は九大神となり、長く続いた八大神信仰は終わりを迎えます。しかしこれがきっかけとなって第4期のストームクロークの反乱が発生することとなります。いやでもそう思ったらもう第3期ですからね、スカイリムの時代までもう言うてる間ですよ。そして同年、
タイバーセプティムの後を引き継ぎ皇帝となったのはペラギウス一世でした。タイバーと比べても遜色ない確固たる統治により帝国の黄金時代は続きました。しかし闇の一党によって暗殺されわずか3年しか統治できませんでした。第3期41年金平一世の即位。ペラギウス一世が闇の一党に暗殺されたことで金平一世が王座を継ぎました。金平一世はタイバーの弟アグノリスの娘であり、彼女もまた非常に優秀な統治者でした。彼女は特に芸術や音楽に力を入れ、帝国の文化を繁栄させました。第3期53年ユリエル一世の即位。金平一世の亡き後ユリエル一世が王座を継ぎました。ユリエル一世は金平一世の息子であり、ユリエルという名前で初めて皇帝となった人物です。彼は魔術師ギルドや戦士ギルドをより繁栄させました。第3期64年ユリエル2世の即位。ユリエル1世の亡き後はユリエル2世が王座を継ぎました。ユリエル2世はユリエル1世の息子でしたが、彼の統治の間は疫病や暴動によりタムリエルは混乱の時代へと進むこととなります。第3期67年狼の女王ポテマの誕生。ユリエル2世の息子であり後のペラギウス2世であるペラギウス王子の娘が誕生します。彼女はポテマと名付けられ、後に狼の女王として知られることとなります。他にもマグナス、セフォラスといった後の世に影響を与える子供を産んでいきます。第3期82年ペラギウス2世の即位。タムリエルの混乱が続く中、ユリエル2世が倒れ、息子であるペラギウス2世が王座を継ぎました。彼は腐敗した元老院を解散させ、進化を正しく導くことで、タムリエルを再び繁栄させました。第3期98年、アンティオカスの即位。ペラギウス2世が亡き後は、彼の息子のアンティオカスが王座につきました。アンティオカスは派手な性格で、多くの愛人に囲まれた贅沢で優雅な日々を過ごしました。しかしその行動と父が行った元老院の解散による不満が爆発し、帝国はまたも内戦で溢れかえることとなります。第3期110年、アイル戦争。ピアンドネア島のオルグナム王がタムリエルへの攻撃を開始しました。帝国はサマーセット諸島とサイジック海の助けを借りてピアンドネア艦隊を打ち破りましたが、これは当時のソリチュードの女王ポテマの陰謀だったと言われています。第3期111年、旧大神騎士団の設立。アミエル教によって旧大神の騎士団が設立されます。旧大神の騎士団はかつての英雄ペリナルホワイトストレイクの遺物を回収するために作られた組織であり、後の時代で巻き起こるオブリビオンの動乱にてクバッチの英雄がその役目を果たすこととなります。第3期119年、ペラギウス3世の誕生。後に狂気の皇帝となるペラギウス3世が誕生します。第4期201年、最後のドラゴンボーンによってデイドラ王シェオゴラスと共に夢の世界で発見される人物です。またこの時点で元老院も再度設立されています。第3期119年から121年頃、金平二世の即位。アンティオカスの後に皇帝となったのは彼の娘の金平二世でした。しかし彼女は歴代で最も悲劇的な皇帝と言われています。ポテマの息子ユリエル3世は金平2世をアンティオカスの私生児、つまり隠し子であると告発したのです。ここはアンティオカスの女遊びが結構響いた感じですね。そして第3期121年、レッドダイヤモンド戦争が始まります。金平2世は無事に皇帝となることはできましたが、
ユリエル3世は私生児であることを理由に彼女が帝国の正当な後継者ではないと主張し、ハイロック、スカイリム、モロウィンドを味方につけ帝国に対し何度も反乱を起こしました。その裏には母でありソリチュードの王ポテマの協力もあったと言われています。第3期123年ダイヤモンドの日、この繰り返し行われた反乱によりキンタイラ2世は投獄された後に謎の死を遂げ、彼女の夫も防衛戦の末に死亡、そしてユリエルの圧倒的な戦力によって帝都は陥落します。キンタイラ2世が死亡したこの日はダイヤモンドの日と呼ばれ記念日となりました。ユリエル3世は帝都の陥落と同時に戴冠し皇帝として即位します。そして彼はそれに飽き足らず神聖な名前であるセプティムを名乗り、自らをユリエル・セプティムと名乗りました。このことは多くの民衆や貴族を敵に回すこととなりました。第3期127年イチダグの戦い、ハンマーフェルにおけるイチダグの戦いでユリエル3世が捕虜として捕まります。そしてユリエル3世は帝都での裁判のために護送されている途中、群衆によって火を放たれ焼死しました。同年、民衆に期待されていたペラギウス2世の息子セフォラスが皇帝セフォラス1世として即位しました。セフォラスは冷静で知的な皇帝としてタムリエルを統治しましたが、10年もの間ユリエル3世の母ポテマ女王との戦争が続き、混乱の時代は終わりませんでした。第3期131年旧大臣騎士団の解散、セフォラスによって解散を布告された旧大臣の騎士団が解散しました。しかしこの命令に従わなかった騎士も複数存在しており、陰ながら旧大臣教団は存続することとなります。第3期137年マグナスの即位、セフォラスとの戦争でポテマ女王が死亡します。そしてそのわずか3年後にセフォラスもこの世を去りました。セフォラスは子供を残せなかったため弟であるマグナスが皇帝として即位することとなります。ペラギウス2世が生んだ3人の偉人はついにマグナスだけとなりました。第3期145年教皇ペラギウス3世の即位、皇帝マグナスの死後ソリチュードの王だったペラギウス3世が皇帝として即位します。彼はこの時点ですでに狂気に染まっており、おかしな振る舞いや自殺未遂によってまともに統治することはできませんでした。最終的に彼は精神病院へと送られ、教皇の名を欲しいままにしました。第3期147年カタリア・ラシムによる統治、そしてタムリエロの実質的な統治は彼の妻であるカタリア・ラシムが行い、彼女はダークエルフであり差別もありましたが、苦しみながらも精一杯国を治めました。補助として元老院も力を貸していたという記述があります。この時点でペラギウス3世はすでに正気を失い、まともな状態ではなくなっていました。カタリアは新たな夫としてガリベール・ラリアートと再婚し、その間に子供が生まれました。この子供については後で話します。第3期150年アベルナニット甲状腺、ここで急にモローウィンドのお話が挟まります。モローウィンドのバーデンフェル島でアベルナニット甲状腺が巻き起こります。デイドラ崇拝をきっかけとしたこの戦いはデイドラの祠を破壊することで終結しました。戦いはランギリル・ケティルが率いるトリビナルの戦士オーディネーターとボイアント・アーミガーによって行われました。第3期153年カタリア女王の即位、精神病院へ送られたペラギウス3世はハイロックのベトニー島で死亡します。このベトニー島はベトニクとも呼ばれます。夫であり皇帝であったペラギウス3世の死によりカタリア・ラシムは正式に王座を継ぎ女帝となりました。ダークエルフだったことで多くの批判や差別を受けましたが、
彼女の46年間の治世はタムリール氏の中でも最も素晴らしい時代の一つであったと言われています。女帝カタリアは居心地の悪い帝都を離れ、タムリールの各地を旅しながら帝国を治めました。各国との関係を修復し、同盟を結び、国交を回復しました。彼女は旅の途中のブラックマーシュでの小競り合いで死亡しましたが、貴族はともかく民衆からの評価は過去最高とまで言われた素晴らしい女帝でした。第3期200年キャシンダール1世の即位。女帝カタリアの死により息子のキャシンダール1世が戴冠し皇帝となりました。しかしエルフの血が半分しかなかったキャシンダールは寿命が短く、この時すでに老衰してしまっていました。ですが彼はペラギウス3世とカタリアの子、つまりタイバーセプティムの血を引くものだったため、帝位を継ぐほかありませんでした。第3期202年ユリールセプティム4世の即位。キャシンダール1世はわずか2年で亡くなり、イフ帝だったユリエル・ラリアートがユリエル・セプティム4世として皇帝となります。このユリエル・ラリアートはカタリアと彼女の再婚相手であるガリベール・ラリアートとの子供です。そしてラリアート家とはセプティム家の中でも高い地位にあった貴族の家系であり、その子供であることは皇帝となるには十分な肩書きでした。しかし元老院の大多数はユリエル4世を正当な皇帝とは認めませんでした。なぜならラリアート家はセプティム家の貴族の一つですが、実際に血がつながっているわけではなかったからです。つまり法律上は同じ家系となっていても、実際にセプティムの血が流れていたわけではなかったのです。ユリエル4世は法律上は正当なセプティム家の皇帝でしたが、彼が皇帝となったこの時代は実質的に元老院が統治し、内戦と騒乱で溢れかえることとなります。そしてこの時点から元老院が絶大な力を持ち始めます。ここで皇帝と元老院についてややこしく感じてしまう人が多いかと思うので補足をしておきます。めちゃくちゃ簡単に言えば、皇帝は帝国の軍事的なトップです。そして元老院は帝国の政治的なトップです。ここは厳密に言えば違うんですけど、すごく簡単に認識しようとするとこんな感じです。基本的にはどちらが持つ力も同等とされていますが、現時点では元老院がコントロールする力が強くなりました。まあもっと簡単に言えば、帝国っていうのは元老院と皇帝が力を合わせて統治しているっていう風に思っておいてください。でその力が今元老院の方が強いっていう、そういう状態です。まあここはローマ帝国の教皇と皇帝の関係にも似てるんですけど、まああくまでイメージのお話ですので、あまり深くは考えないでください。第3期247年セフォラス2世の即位。ユリエル4世が亡くなりましたが、元老院の決定により彼の息子のアンドラックは皇帝にはなれませんでした。新たな皇帝にはセプティムの家系により近いセフォラス2世が即位しました。そして同年バレンウッドではキャモラン朝の王座をめぐって征服戦争が始まりました。ヘイモン・キャモランを中心とした巨大な勢力は瞬く間にバレンウッドを支配しました。ヘイモン・キャモランはデイドラまでをも呼び出し、邪悪な軍団はさらに北へと進軍していきます。第3期249年ヘイモン・キャモランの侵略。ヘイモン・キャモランはバレンウッドの征服だけでは飽き足らず、シロディールとハンマーフェルを征服するため北へ向かいます。皇帝セフォラス2世は精一杯応戦しましたが、かつてコロビア領だったコロビア地方をキャモラン軍に占領されてしまいます。第3期253年から第3期263年、ハンマーフェルの陥落。ドラゴントゥースの戦いでヘイモン・キャモラン軍はハンマーフェルの連合軍を打ち破り、ハンマーフェル南部が陥落しました。
そしてその10年後、ハンマーフェルの大部分は征服されてしまいました。第3期267年、ヘイモン・キャモランの敗北。勢いが止まらないヘイモン・キャモラン軍はハイロックへと攻撃を開始。そしてハイロック連合軍とキャモラン軍がイアリック湾で戦闘を始めました。しかし幸運にもハイロック連合軍が勝利し、ヘイモン・キャモランの死によって征服戦争は終わりを告げました。この時ヘイモン・キャモランの愛人だったウッドエルフの女性が子供を産みます。しかしほどなくしてその愛人女性と息子は行方不明となります。そしてその息子こそがオブリビオンの動乱を引き起こすきっかけともなるマンカー・キャモランでした。以上がタムリエロの歴史第3期前編でした。どうでしたでしょうか。まあ、完全に帝国の皇帝の即位ラッシュの回でしたね。基本的には普通に進んでいた感じではあるんですけど、まあ、やっぱ個人的に一番面白かったのはカタリアのとこですかね。こう種族を超えて頑張って統治したけど、再婚相手との子供であることで息子が皇帝と認められなかったりとか、そのきっかけともなったのがその元旦那ですよね。その教皇ペラギウス3世であったりとかね。大変でしたね。そして次回からは皆さんもお分かりですよね。そう、第3期の終わり頃、ほぼ全てのジ・エルダースクロールズシリーズの物語が展開していきます。こっから始まると言ってもいいですからね。まあ、こちらについても精一杯調べて作らせていただきます。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。